JOEUFM FC 今治応援番組、行こう夢スタ頑張れ FC 今治。J3 で戦う FC 今治を応援する番組、行こう夢スタ頑張れ FC 今治。この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリの共同制作でお送りしています。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします。イオンモール今治新都市からのお知らせです。 FC 今治でお得と題し、当日の試合チケットもしくは2021シーズンパス、またはセーラースカードのご提示でお得なサービスを実施中。各専門店ではレジにて 5% オフなど特典満載です。ぜひイオンモール今治新都市へ。イオンモール。それでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティ7さんと FC 今治スタッフの毛利さんが伝えてくれます。はい、FC 今治毛利博です。よろしくお願いします。じゃあまず振り返ろうか、はい、一応記録だけ読み上げますね。今治と、熊本ロアッソ熊本との試合、前半0対1後半0対0合計0対1で、熊本が勝ちました。なんかめちゃ丁寧に言ったね今、はい、丁寧に公式記録通りに入場者数は2236人、いったね。だいたい約2300人の席を用意してるんですけど、完売して前日には当日もたくさんの方が当日券を求めて、払い戻しとかチケットの戻しがあった方に、当日券をお渡しして、入場いただいたという形で満員でした。ありがとうございます。これ本当にあれよ、満員俺掲げれてよ、開幕戦でよ、夢スタでよ、いやよかったね本当ね。いやなんかイベント楽しかったですよねそう思っていただけるだけで僕はだってこう完売とかも嬉しいですね。だってね、で完売になるとやっぱ買いたいっていう人がより強く思っていただいて、次早く買おうとかそういういい循環も生まれますし、そういうのもあるんでぜひ、はい、とにかく残念ながらということでした、はい、ロアッソ熊本やっぱ強かったね。強かったですね。私はゴール裏南のゴール本当にすぐ後ろぐらいで見てて、はい、前半にだからもう目の前で決められちゃったから、だけど、FC 今治も惜しいシーンめちゃくちゃあったんですよ。ありましたね。あったね。しかも新加入選手がすごい躍動してたし、頑張ってた、なんかああいうプレースタイルなんだとか、すごいファンの方を見て新鮮に感じられたんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのあたりはいかがでしたか。僕、振り返りでハイライトとかちょこちょこ見たんですけど、戸谷選手と平岡佑選手が2トップ組んで、あれも新鮮な形で、佑選手はいつも左サイドだったりしたんですけど、当日は2トップになってとかっていう形で、新しい形で試みてて、ちょっと怪我人も多く出てたし、あとは島村選手めちゃめちゃ落ち着いてますね。すごい。めっちゃうまくないですかめちゃくちゃすごいあんなにできるんだ、めちゃ若さでずっとなんかボール触ってる感じもあったし、めっちゃ追っかけるし、全部左足ですしすごい見てて楽しいですね。楽しいで、東谷選手、私ご本人そこでね初めて見て、背高い、顔ちっちゃい、靴が赤い、靴が赤い赤の靴じゃない、赤の靴でした。目立ってた、それがめちゃ目立ってた。そりゃね、もともといたファンの人たちが来るわ。来てましたよね、5人ぐらい来てましたよね、アビスパのユニフォーム着て来るわ。すごいなと思って、すごいね、ちょこちょこ彼の存在感は感じ取ってたんですけど、ファンクラブの入会とか、そういうのでも福岡から応援してますっていうのコメントがあったり、あ、これ全部東谷選手の。そうでね、今回その開幕前にそのマスクが販売されたじゃないですか。で、私の割と近くにいらっしゃった女性の方、50代から18が多かった。18多かったよ。あ、多いですね。僕マスクも発送したんですけど、やっぱ歴然とした差が出ますね、選手によっては。すごい。いやー、これは楽しみですね。という彼に点取ってほしいですね。一番はプレシーズンもシーズン前のところもずっと使われてるんですけど、点はまだ多分取れてないのかなとは思うんで。でもやっぱりあそこマークかなり厳しかったんじゃないんですか。まあ彼も含めたフィニッシュの部分が多分今治としては課題だとは思ってるので、まあ、そこを形にシーズンとしてなっていけば、おのずといい順位といい結果がついてくんじゃないかなって勝手に思ってます。はい、はい、わかりました。さあ結果残念ながら、負けてしまったんですが、次の試合はアウェイ。はい、アウェイ沼津との試合です、こちら3月の20日土曜日13時キックオフで、沼津のホームで行われますんで、今治からは、観戦に行く方いれば、あとはダゾーンで応援していただければと思います、はい、わかりました。でその次がはい3月の28日、日曜日、ガイナーレ鳥取との試合です。鳥取がね、熱い試合になると思いますね。そうですか。近いですし、多分100人ぐらいは鳥取のお客さん、去年来れなかったんですけどコロナの影響で今年は来れるんで、ちょっと圧倒されないように、しかも開幕戦逆転してるんでね、鹿児島に 2-0 で負けてて3点でひっくり返してます。ひっくり返した。いや、なかなか勢いがあるね。本当うちも沼津との試合でどうなるかですね。はいはい、わかりました。しっかりね、アウェイで勝って、そしてホームで、鳥取をしっかりと迎えましょう。はい、そのための準備ということで、選手もそうですけれども、またスタッフも頑張って準備をしていくという形です、またじゃあおいおい、そうですね、情報はわかりました、はい、あともう一つ JR 今治駅ありがとうサービス夢スタジアムを結ぶ、直通バス運行開始。はい、こちら泉観光さん、パートナーである泉観光さんのご協力のもと、試合当日ですね、木助の湯、今治駅前にある木助の湯のところから夢すさを直行するバスを、毎試合運行することになりました。いいね。でこれ片道一応400円であるんですが、150円の割引がされる、木助の湯乗車券をもらえるんで、いいね。木助の湯、その後試合終了後行ったら、割引を受けられるっていうメリットもついてます、はい、わかりました。こちらもぜひ利用しましょう、はい、それでは最後に森さん、はい、ラジオをお聞きのリスナーに向けてメッセージお願いします。はい、開幕戦は、試合の結果自体は残念でしたが、まだまだ始まったばかりなので、シーズン通して、皆様と一緒に、J2 昇格目指していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは改めて次のホームゲーム情報です。次回ホームゲームは第3節3月28日日曜日のガイナーレ鳥取戦、キックオフは午後1時です。なお試合日程など FC 今治の最新情報に関して詳しくは FC 今治のホームページをご覧ください。 FC 今治応援番組行こう夢スタ頑張れ FC 今治、この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。Come on.